皆さんこんにちは。日本支部ウィビー株式会社青春代表取締役の堀内真由子です。私は大阪でメッキ加工の会社を経営しています。創業86年の家業を継ぎ社長になりました。そして9年が経ちました。会社は間もなく100周年を迎えますが、私の道のりは困難の連続でした。2008年から私は家業を手伝いました。男性一色の現場の中、私はこんな言葉を耳にします。僕は中学しか出ていないから、こんな仕事しかできない、こんな会社でしか働けない。悲しい言葉でした。会社は同族経営、労働者との対立、多額の負債、そしてきつい、汚い、危険という仕事。この言葉は現実でした。それから2年の間、女性の私はメッキの将来性を見つけました。ところで皆さん、メッキというのは私たちの周りにあふれているということをご存知でしょうか。今お使いのパソコンやスマートフォンにも多くのメッキ加工が使われています。そして青春の主力製品は石油の掘削に使う部材、そして医療機器などのメッキ加工です。そう、メッキは誇れる仕事なのです。この社員の言葉で私は夢を持ちました。若い社員が誇りを持てるメッキ工場を作るという夢です。喜ぶ社員の顔が見たい、元気に働く社員の顔が見たい、この思いが私の情熱に変わりました。2011年、家業を継ぐと決めた私は3つの改革を考えました。まず1つは同族経営との決別、負債の整理です。私は新たに株式会社青春を設立し、家業を買い取りました。これは親戚への決別のメッセージ、そして私の強い覚悟の表明でした。2年半で12億の負債を完済し、ここからがやっと私の本当のスタートでした。2つ目は女性の採用です。会社に新しい風を入れるには女性の視点が必要だと思いました。私が可能性に気づいたように、しかしメッキ業に若い女性は必要ないという社員の固定観念は大きな反発を生みます。しかし私はこの年、大卒の女性3名を採用。すると翌年からマジックが起きました。女性も男性も若い人材が倍々で増え、明らかに他の工場と雰囲気が違うという話題になりました。そう、若い社員と女性が活躍できる工場に生まれ変わりました。3つ目の改革は多くの部署を作ることです。小規模でもしっかりとした組織が必要だと思いました。多くの部署があれば社員は活躍の場を選べます。役職は成長の証です。私は社員に昇進の夢を持ってほしいという思いから新しい工場を2つ建築しました。若い社員が誇りを持てるメッキ工場を作るという思いで9年間やってきたことが、結果として大きく会社を成長させました。売上も社員数も4倍になりました。私の社長としての仕事は社員の活躍の場を作ること、そして成長の機会を作るとこ、そして障害を取り除くことだと思っています。勉強する社員やメッキについて熱く語る社員が増えました。自分の仕事に責任を持ち、彼らは成長しました。そして大きな笑い声も聞こえてきます。私はそれが何より嬉しくて、彼らのために次は何をしようかといつも考えています。そして彼らのモチベーションが最高に上がる新規事業が始まります。それは小さな町工場の海外展開です。
これは私と社員との次の大きな夢になると思います。皆さん、社員と夢を描いていますか？共に夢を抱く同士がいれば、その実現は加速します。どんな不況の荒波にさらされようと、どんな社会の抵抗を受けようと、共に夢を抱く同士がいれば、それは必ず実現します。皆さん、最高の夢を描きましょう。社員と共に。ありがとうございました。